DNA 結合ドメインとは、日本様たは一本腐り、DNA を認識する、少なくとも一つの構造モチーフを構造に含む、タンパク質ドメインである。DVD は特定の DNA 配列に対して、特異的な、または DNA 一般に対して親和性を持つ。一部の DNA 結合ドメインは、折りたたまれた構造の拡散も含む、ラックリプレッサーの、 N 末端 DNA 結合ドメインは C 末端調節ドメインによって制御されている。調節ドメインはアロステリックエフェクター分子に結合する。タンパク質のアロステリック応答はリンカー領域を介して調節ドメインから DNA 結合ドメインに伝達される。DNA 結合ドメインは多くの場合、異なる機能を備えた別のタンパク質ドメインとともに 大きなタンパク質を構成する。この他のドメインは、しばしば DNA 結合ドメインの活性を調節する。DNA 結合ドメインの機能は、構造の形成、もしくは転写制御への関与、あるいはこの両方である。DNA 構造に関与する DNA、結合ドメインは、DNA 複製、修復、保存、およびメチル化などの DNA 就職を担う。 遺伝子発現の調節に関与する多くのタンパク質は DNA 結合ドメインを含む。例えば転写因子と呼ばれるタンパク質は DNA との結合によって転写を調節する。ほとんどの細胞シグナル伝達カスケードの最終段階は DNA 結合タンパク質が関わる遺伝子調節である。DNA 結合ドメインは DNA 配列特異的、または 人食い的に DNA のヌクレオチドと相互作用するが人食い的であってもタンパク質と DNA 間の相互作用には何らかの分子相補性がある。DNA 結合ドメインは DNA の趣味ぞまたは含みぞであるいは DNA の構成等とリン酸によって DNA を認識する。配列特異的な DNA 認識はタンパク質の機能や目的に合わせられている。 例えば、デオキシリボヌクレアーゼの一種であるディーンイスア i は DNA をほぼランダムに切断するため、非特異的である必要があるものの DNA の特定の立体構造を認識し DNA フットプリントと呼ばれる手法による DNA 認識の研究に有用なある程度特異的な DNA 切断パターンを示す。多くの DNA 結合ドメインでは特定の遺伝子を活性化する転写因子や 制限酵素やテロメラーゼ用な特定の部位で DNA を収縮する酵素など DNA 配列を特異的に認識する必要がある。DNA 結合タンパク質の特異性は、ゲル電気営動、分析的超遠心分離、熱量測定、DNA 突然変異、タンパク質構造の突然変異、または就職、核磁気共鳴、X 線結晶構造解析、 表面プラズモン共鳴、電子スピン共鳴、佳境及びマイクロスケール熱営動など多くの生、科学的及び生物物理学的手法を使用して研究されている。核ゲノムの大部分の遺伝子は DNA 結合タンパク質をエンコードしている。ただし DNA 結合性を有するのは少数のタンパク質ファミリーのみである。例えば、 約750個のジンクフィンガータンパク質を含む、約2万個の人タンパク質のうち2000個程度のみが DNA 結合性である。もともと新生細菌で発見されたヘリックスターンヘリックスモチーフはリプレッサータンパク質によく見られ、約20はミノ酸である。深核生物ではホメオドメインは2つのヘリックスを含み、そのうちの1つは DNA を認識する認識ヘリックスである。 これは発達過程を調節するタンパク質によく見られる。DNA に結合したクルココルチコイド受容体における DNA、結合ドメインのジンクフィンガーに両体の結晶構造。アエン原子は灰色の球体で表され、それに配位するシステイン側差は棒として描かれている。ジンクフィンガードメインは主に真核生物で見られ、一部は細菌でも発見されている。 ジンクフィンガードメインは一般的に23から28アミノ酸調であり、規則的な間隔で配置された残機で、亜オンに範囲結合することにより安定化し保持する。最も一般的なジンクフィンガーは単一の亜オンを安定化し、1個の認識ヘリックスと1個のベータシートで構成されており、1個の亜オンを安定化させる。延性のロイシンジッパードメインは主に、 深刻生物で見られ、一部は細菌で見出される。プシップドメインでは7残機ごとにロイシンを含むアルファーヘリックスが配置されている。あるヘリックスが他のヘリックスを見つけると、このヘリックスのロイシンはジッパーの葉のように相互作用し、2つのタンパク質を二量体化することを可能にする。DNA に結合すると塩基性アミノ酸残期が トーリン酸骨格に結合し、ヘリックスが、趣味沿ゾに入り込み、遺伝子発現を調節する。ウィングドヘリックスドメインは、約110個のアミノ酸からなり、4個のヘリックスと1個の2ストランド2ストランド β シートを持つ。ウィングドヘリックスターンヘリックスドメインは、通常85から90アミノ酸長であり、1個の3ヘリックス束と4ストランド β シートによって、形成されている。 塩基性、ヘリックスループヘリックスドメインは、いくつかの転写因子において見られる、2個のアルファヘリックスが1個のループでつながっている構造をしている。通常、一方のヘリックスは、他方よりも小さく、ループの柔軟性により、他方のヘリックスに対して折りたたまれて包み込まれる、ことにより、二乗体化がなされている。通常、DNA 結合領域は、大きなヘリックスにある。 HMG ボックスドメインは DNA 複製や転写などの多くの DNA 依存プロセスに関与する高移動土群タンパク質に見られる。また、屈曲を誘発することにより DNA の柔軟性を変化させる。このドメインはループで区切られた3つのアルファヘリックスで構成される。カンディダアルビカンスのホワイト、オペイクレギュレーター3にちなんで名付けられたウォー3ドメインは それ以前に発見されたほとんどの DNA、結合ドメインよりも進化の歴史上近い時代に出現し、その存在は少数の菌類に限定されている。OB ホールドとは、オリゴヌクレオオチド、オリゴ糖結合性にちなんで名付けられた小さな構造モチーフである。OB ホールドドメインは70から150、アミノ酸残器である。OB ホールドは一本ぐさり DNA に、 結合するため、OB フォールドドメインで構成された、タンパク質は一本腐り、DNA 結合タンパク質である。OB フォールドタンパク質は、DNA 複製、DNA 組み換え、DNA 修復、転写、翻訳、低温ショック応答、及びテロメアの維持に重要であることが判明している。 免疫グロブリンドメインは大きな複数のループで接続された1個のベータシートを持ち、このベータシートは DNA の趣味ぞ、または抗原のいずれかを認識するのに役立つ。通常、免疫グロブリンタンパク質に見られるが、サイトカイン経路のシグナル伝達性転写因子にも存在する。これはサイトカイン経路が進化の歴史上比較的新しいもので、 独自の生化学システムが構築されたのではなく、既存のシステムを利用したためと推測されている。B3DNA 結合ドメインは、制限エンドヌクレアーゼのエカーイとブフィー、及び高等植物由来の転写因子でのみ、発見されており、通常100から120残機からなる。7個のベータシートと2個のアルファヘリックスが含まれており、DNA 結合正疑似バレル構造を形成する。 タルエフェクターは、キサントモナス属の植物病原細菌に見られ、細菌の毒性や増殖を促進するために、縮主植物の遺伝子発現の調節に関与する。複数の33から35残機のタンデム反復配列のある中央領域が一つあり、この領域はタルエフェクター結合部位にある単一の DNA 塩基を高度する。 このタンデム反復配列内で DNA 塩基と直接相互作用するのは残基13のみでありこれが配列特異性を決定するが他の残基は DNA 骨格と相互作用して DNA との結合を安定化する各反復配列は1体の α ヘリックスの形を取るが反復配列で構成されたアレー全体は右巻きのスーパーヘリックスを形成し DNA 二重裏線を包み込む。このアレイは DNA 結合時に収縮することが示されており、タルエフェクターの反復配列アレイにある唯一の N 末端から DNA の致命認識を始めて DNA の収縮を行うという DNA 認識メカニズムが提案されている。植物病原細菌のロウルストニアソランシレム、心筋内部矯正菌、 バークホルデリア・ライザキシニーカ及び未同定の海洋、微生物2種で、タルエフェクター関連タンパク質が発見されている。これらのグループ間において、反復配列アレイの構造と DNA、結合領域の配列情報は保存されており、総じてテール様タンパク質と呼ばれている。ストレイプテコカスパイラジャニースのクリスパー、キャスシ,システムは、 標的 DNAV との塩期体操補正を備えたガイド RNA の生物工学的操作により深化生物の野生及び人工プロモーターの活性化と抑制の両方を可能にする。CASQ はヌクレアーゼを RNA ガイドで標的 DNA に誘導させるための標的 DNA 上の結合プラットフォームとして使用できる。ドメイン CASQ は標的の調節ドメイン。 または、ゲノムエンジニアリングの汎用ツールであるエンドヌクレアーゼドメインで利用でき、その後に異なるガイド RNA で複数の遺伝子座をターゲットにできる。その後、異なるガイド RNA を使用して複数の遺伝子座をターゲットにします。ありがとうございます。